皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。5分で学習中3数学、今回は y イコールマイナス2分の 1x 2乗のグラフと変域、これについて説明します。例のところですね。 y イコールマイナス2分の 1x 2乗で、括弧1 x の変域がマイナス6以上マイナス2以下の時、 y の変域を求めましょう。で、x のマイナス6のところとマイナス2のところ、ちょっと印をしてみましょう。x がマイナス6、このあたりですかね。マイナス2、このあたりでしょうか。で、グラフで言ったら、ここですよね。グラフで言うとここです。つまり、グラフのここからここまでの間で、y の最大値と最小値いくつになるか調べれば答えがわかるわけです。グラフから見てわかるように、 y の最小値というのは x がマイナス6の時ですよね。同じように最大値はここ、つまり x がマイナス2の時、この2つの点の y の値求めれば、y の変域は求められます。 x イコールマイナス6の時、 y はマイナス2分の1かけるマイナス6括弧の2乗ですね。そうするとこれはマイナス18ということがわかります。つまりここはマイナス18なんですね。 x がマイナス2の時、これはマイナス2分の1かけるマイナス2括弧の2乗、これはマイナス2になりますから、ここの値マイナス2です。ですから y の変域は、一番下最小値はマイナス18以上、最大値はマイナス2ですからマイナス2以下、これが y の変域になります。では括弧2に移ります。 x の変域がマイナス4以上2以下の時、 y の変域を求めましょう。同じように、x のマイナス4のところ、マイナス4のところと2のところね、印をしてどこからどこまでの範囲か調べておきましょう。そうするとグラフはここからこう上がっていって0で最大、また下がっていくという、ここの範囲ですよね。ですから最小値はマイナス4のところのここの値になる。これが分かって、じゃあ最大値はというと、これ原点まではずっと上がっていって、それからまた下がり始めるので、原点、これが y の最大値になりますよね。ですから x イコール2のここの部分というのは調べなくていいんですね。これは調べなくていいということがグラフからわかります。じゃあ x イコールマイナス4の時、これ最小値になるので計算をして求めると、マイナス2分の1かける括弧マイナス4の2乗イコールマイナス8、ここマイナス8ですね。そして最大値は原点の0なので、 y の変域はマイナス8以上0以下、このように求めることができました。よろしいでしょうか。今回は y イコールマイナス2分の 1x 2乗のグラフの変域、この求め方について説明しました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。